進入隊形は内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。外の方がスリット、わずかに覗いています。ダッシュ前行スタート、レースは1周1マークです。伸び返して先手は1号艇の新井、差しを狙って2号艇の秋山、続いていく3号艇の森貞、内側から4号艇、飯島の差しでバックストレッチです。先頭は押し切りました1号艇の新井輝俊、1番、2番、4番でレースは最終周回に入ります。スリットでは少し立ち遅れましたが、船足生かしてしっかり押し切りました1号艇の新井輝俊、3周1マークの旋回から最後のバックストレッチ、7連勝で史上20人目の江戸川完全優勝となりそうです。1年5ヶ月ぶり、通算は63回目、江戸川では8度目の V が目前です。2番手2号艇秋山、3番手4号艇飯島、最終コーナーです。トップで1号艇の新井が人気に応えて旋回です。2番手2号艇秋山、3番手4号艇飯島、方面取り返していまして1番、2番、4番、まもなくゴールを迎えます。先頭1番の新井輝俊、完全優勝、ゴールイン。